見ててね、結局妨害自分こういう手って妨害してくるわけ、自分の妨害してくるの。だから自分が安定してれば正解っていうかな、合格で。失敗はね、相手を転がすことじゃなくて、相手をやっつけることじゃなくて、自分が安定してるっていう。それ足が自由に動けますか、意識が自由に使えますか、そういうことで、その相手は妨害してくれるっていう、ただ妨害してくれるためのここに下手なとこいたら来ちゃう、当たっちゃって来ちゃうとかね。だから自分が安定してるっていう、そういうことが目標だと思うんですよ、合気道のね。でこう戦ってこうやっつけるっていうのだったら他の武道やった方がいいんだけど、合気道はこの相手っていうのは自分の仲間としてね、自分の訓練するためにいるんだっていうふうに思ってた方が、で自分が安定してればこう倒れてくるっていう、そういうふうに思ってるんですよね。でいろいろ転換とかやってるんだけど、安定して自由に使えるっていう、それが目標だってことを思ってた方がいいんだよね。相手は敵じゃないんだけど、相手は自分の一部のようなもんで、それで味方だから、これをどうやって使うかっていう、そう、こう足自由に、結構なんていうのかな、まあそういうことね。そういうことで安定してる、それで自由で感づいてる、自分の部品に感づいてるってことね。自分のこういう他人なんだけど、他人じゃなくて自分の一部、こういうところ自分の一部、そしてこう足が自由だったらこう倒れる、そういうふうにやった方がいいと思うんですね。でいつもは転換からやってるんで、転換でこう感づいてる、それで自分が安定してる、そういうことを、まあ、目標にこうね、こうまっすぐ、そしてまっすぐ中心じゃないと、こうやってやってると、まあ、持ってかれちゃうから、そういう感じですね。じゃあ転換からやりましょう。全てのことはね、自分のためにやってるの、自分のためにやってるっていうか、相手のいいの子のためにやってるわけじゃないの、自分のためにやってて、で自分が安定してうまく動ければ反撃もらわないの。だからこう来て、こう下手したら来ちゃうんだよね、こう来ちゃうんだよね、下手したら来ちゃうんだよね、足とか来るんだよね。だから下手しないの、来た時に早めにさよならって安定してるって、それが大事なの。早めに、強いやつだったらもう J 先生が来たらさ、逃げちゃうよね。で戦いに行かないの、戦いに行ったらやられちゃうかも、下手したらやられちゃうんだから。だからいや後ろからこうやって逃げてるの、そして安定してるって、で逃げかけちゃうっていう、そういう形なの方がいいと思ってるんですよ。だからそのためその安定して自由に動けるために合気道っていうのがあって、でいろいろ技を学んでるわけじゃないですか。でそういうふうにやった方がいい、こういうふうにね、で技もこう来て手があればこういうふうに回って、でなんだ、沖原さんみたいにこうやって当てに見せるとかいろいろ言ってたけどさ、まあそういう話で、相手が下手したら来ちゃうんだってことが分かってないと、なんていうのかな、こういう手に行っちゃったりするわけ。手に行ったらやられちゃうんだから、だから手に行かないとか、足から動かすとか、そういうこと言ってんでね。で下手を動かさないため、下手に動かないためで、この手を出してきてこういうふうにつけてくればこういうふうにできるとかね、そういう形いろいろあるわけじゃないですか。だからそういうことを考えて、さよならもできる、それからに入ってくればこういうふうにできる、そういうことを考えてやりましょうって話。じゃあ塩投げの形あるから、塩投げの形っていうのはこう一番簡単なのは、いや今日も種目の話してたんだけど、こうね、種目っていうのはこの線をあちらへ外すために、ここにいたんじゃやられちゃうから、だから足をこう
こういうふうにで彼の方向は向こう、そしてまっすぐ入ってこうね、足スモークって形があるからこうそういうふうにやってるわけじゃなくて、安全のためにこういうふうに足がここにいたんじゃないちゃうから、笑っちゃうから、ちょっと展開入ってきて、こういうふうに入ってんだよね、こういうふうに入ってんだよね、そういう話だからね。いろいろ形っていうのはその、転換とか種目とかこう種目とかいろいろあるんだけど、そういう全てのものがそのなんていうの、相手っていうのもそうだけど、自分をその守るためにっていうか、その自分がまっすぐで動かないためにこういうやってるっていう、そういうふうに思ってた方がいいんでね、こういう種目ね。じゃあそういうことで、あの塩投げって形でやりましょう。あの種目って説明しましたけど、種目ってあのやってんだけど、種目の目的はね、ここの手このまま行ったらこの手が嫌だ、だから僕の腰は向こうへ返して、向こう彼の方向は向こうへやりたいのってことは、ずれてこういうふうにかかとがこういうふうにあっち向いてんだけど、腰はあっち向いてんだけど、ここの線はこうなってんのってことは、くずなんていうの、こっち入ってないし、これを一定のところして、足だけ、腰を回すために、あっちにやるために腰だけ回したの。だから自然と種目になるのね。種目やらざるを得ないの、自然となっちゃったの。こういうふうに考えてほしいのよ。これで種目じゃなかったら表は入っていけないの、表はこっち入ってきたいんだから、だから種目にしてるかかと、それじゃなかったら転換で入っていくしかないの、転換同じ位置でこういうふうに転換で、表に入っていくから種目になったの。こういうふうにだから向こう向いてるの、そういう感じだからね。あのだからまあ種目の説明した方がいいって言われちゃったんだけど、そういう話なんだよね。もうこの手を向こうへ出さないためにこう出すため、そして足がこういうふうに入ってる、それでこういうふうに入ったら、そういうふうに思ってやった方がいいかな。あと説明なんかありますか。そんな感じです。種目ザメですかって聞いたんだけど、わかんないんだけど、種目って言われたんだよね。あの種目にさばいてって、種目って言ってますよね。え？ああそう、裏と、ああそういうことだね。なんかそういうことらしいんだよね。ああ、ティーだそうだから、こういうね、腰を開けて向こうに出すためにこういう位置からこういう位置だから、自然と足がこうなって、これだったらぶつかっちゃうけど、こういう足にすればぶつかんない、そういう話ね。じゃあやりましょう。少し種目っていうのはこう手がこうあるじゃない、そしたら相手がこういうふうに取りに来てるから種目、それこうやってやってたらやらねえよって言ってたら、いや種目にする必要ないのそれで終わりながらね。でこうやってここにフォーカスして、こうやって持ってくってから種目、そうだから種目になってるって、そういうことをよく分かってないと、はいやってってこうやってやったら全然技にならないんだよね。そういう形でラーってしてるから、ほら種目に取ってるから これちゃう。でこうに肩にさせてくれってできないの、普通はできないの。だから
だから向こうへこういうふうに下向くね、それでこう出て行ってもいいよ、出て行ったらこういうふうに投げられたとかね、それから下向く下向く下向く、だからここの隙間にこういうふうに入ってきたらこういう下向く、それからこういうふうにこういうふうにね、こういうふうに入ってきたらこうやって切って、こうやってこうやってやって、こうやってこの手をこうやってやれば切れちゃう、自然とこういうふうにやればへその前に持ってくれば、で来て来て抜けてきて、でこっち、それでこういうふうに落ちてくれば落とせる、そういう形。だから種目の種目っていうのはその一つのテクニックなんだけど、テクニックって全部に万有じゃなくて、はいどうぞってこうやってやったらいかないんだ、ね、だからこういうふうに来てわーってやってるから種目に行くの、あこういう感じだからね。だからそこ間違えないで、じゃあ種目を使っていろいろやりましょうかね。じゃああの入り見上げとか、あのね種目ってね仕方なしにやってんの、仕方なしに、本当はやりたくないんだけど しょうがないからやってんの。だから入り身で入れるんだったらこうやって入り身でいいの、入り身 でこっちの足から出したいんだったらね、入り身でこういうふうに来てる、ね、種目必要ないの。でもこういうふうに来ちゃってんだ、来て待ってんだから、彼が待ってんだ、だから足がこう出ててもこういうふうに来た瞬間に、来た瞬間に種目じゃないと間に合わないの。これこうやって入り身で入ってもいいんだけど、こっからこの線を外して向こうへやりたいときにはこの位置からこちら棒にやってんだよね。やってないとこっちへ入ってたら間に合わないの。だからこう持ってきたらこういうふうにやってんの。だからこういう投げ技とかできるんじゃない。要はここをこういったらやられちゃうのよ、こういったらやられちゃうのよ、だからこういうふうに入ってる、そういうところこうやってる、だ瞬間の話だからね、自分の身を守るため、守るために仕方らしい種目で嫌なんだけどしょうがないんじゃないの。こうやってこうやってこうやってああ来た、でも種目にしてんだよ、それだからやってんだよ、こうやってそういうことを考えてほしいの。でまああのこうやってこうやって入り身で入って、あくしゃんくしゃってもやってんだったらいいけどさ、こうやってこの手でこの手を防ぎたいんだから、だからこういう種目が必要ってお話、もう少しやろうか、もう少しじゃって、あの種目って言葉があるからね、あの種目の説明したんだけど、普通は転換って腰が自由に動くっていう、そういう話だから、あの場所がもしこっちに入ってからやりたいんだったらこ、ね、一歩こっち出してもいいし、あの どうでもいいのどうでもいいんだけど、要はここで種目やらなきゃいけないって言ったら、この彼のこの手が見てるから、こういうふうに種目にしないとまずいんだよね。でそういう話だから、だからこっち入ってきたいんだったらこうやって種目でいいんだよね。そして抜いてでこういうふうに入ってきて、それでこう下げてきてもいい、そういう話だからね。だから種目って言葉があるから種目にしてるんじゃなくて、形ってあるから形にしてるんじゃなくて、それしかない、それしかないって、それが一番自分が安定して、相手が妨害してくるのに自分が安定してその自由に動けるっていう、そういう話だから、だからそのためにやってるんだからね、あのそこのとこ間違えないでほしいんだよね。で自転車と同じ、自転車乗るのに自転車いろんなテクニックあるかもしれないんだけど、その乗るためにそういう種目って形があるよっていう、そういう話だから、こういうね、で道を開けてでこう入ってる、そしてこう入ってくればこうでもいいし、そういう話だからね。あの種目って形があるから、こういう種目にわざわざしてるっていうんじゃないないって話、あの形のためにやってるんじゃないっていう話で、こういうふうに入ってきたら意味ないだよね。いつも
通り道を開けて向こうへ、通り道を開けて腰が自由、そういう目的のためにやってるって話だからね。では目的のためにこうね、こう後ろ入って、そしてこうで、彼はやっつけに来てくれるんだけど、来てくれてるんだからね、あのこうはいやってって、こうやって全然ダメなの、こうやって来てるから、こういうふうに、こう、そうこうにやっちゃうんだからね、あのそこのとこ間違いないで、その受け身がよければ鳥の人のためになるっていうのはそういう話だから、こうに来てる、そういうが大事なの、それでこう、そこのところをやっつけたの、やっつけたってかな。だから本当にこの手は自分の一部だと思ってた方がいいのね。で、先週はこういう反射、これ反射を取りましょうっていう話、バンッと反応するんだよね、だからそういう話をしてたんだけど、そういう話、そして反応して、あと自由でっていう、そういう話ね。じゃあそういうことで、いろんな好きなことってかな、好きなことをやって、あのいろんなことをやってみて、そして試してみてくださいと。しょうがないじゃん、だってしょうがない、俺がコントロールすることじゃないんだから、みんな考えて自分の一番いいことやってよ、そういう話なんでね、そういう話。じゃあやって、最後にあのね、種目の話ですけど、要は腰を自由に動かしたいわけだよ。で腰が向こう向いてるんだったら、こうやってったらつま先が向こう向いてるから向こうでしょ。で種目ってのは向こうにやってんの。だからこういうふうになってんの。半分半分ってのはどういう意味かな、分かんないけど、こっち行ったらこうだからつま先によその自然とこういうふうになってんの、自然と。だからこっち行きたいときはこういうふうに形、こっち行きたかったらこういう形、こっち行きたかったらこういう形、自然となってんの。だからそれはもう歩いてんの隣だから、種目だとか全然意識してないんですよ。ただ たまたま言葉があるからそういうふうに言っただけにね、あの腰の位置だから、要はね、腰の位置、だからそういうことを考えてた方がいいと思うね。じゃあこういうふうにやりましょう、こういうこうまっすぐ何しろまっすぐで、あぶつからないぶつかったらやられちゃうから、こうぶつからないようにそしてこういう位置ね、あのこういうふうにぶつからないぶつけてこうこうやってまっすぐいつも相手の方向、おへそっていうのは腰の位置は相手の方向、あこう投げてんだけどこっち向いてるってことはありえないの。だからこっちで、いつもこういうふうにこう来たらこうあっちね、それを意識した方がいいと思いますよ。あの それがないとこう来たらこっち、いつも彼の方向こういうね、彼の方向、そういう感じで。じゃあ、あパッて半身半立ちだって、まあいい、半身半立ちでもいいし、それから座ってもいいし、こう同じじゃないですか、いつも彼の方向に。じゃあそういうこと、まあ難しいけどね、あの稽古が元ですから、あの稽古が元っていうのはね、あの白の稽古っていうのはその肉体の稽古が元だからね、元になってるから、でたくさんやらんじゃうとダメなんですよ。あの若いうちにやった方がいいですよ。あの年取るとね、さっきも沖原さん言ってたけどね、動けなくなっちゃうから、だから若いうちにやれるうちにやった方がいいですよね。はい、じゃあそういうことで終わりでしょう。はい。